アクアラングはスクーバダイビングで用いられるダイビング機材。世界初のオープンサーキット式機材であり、広く普及し商業的な成功を収めた。後にアクアラングの機材はレギュレーター、またはデマンドバルブとして一般化している。開発はパリで1943年にエミール・ガニアンとジャック・イブクス等によって行われた。 ジャック・イブクス島による造語であり、アクア・ラングと2号、ハイフンで繋いだものが、当初の形である。開式、古気を水中に排出する方式ジャック、イブクスとアンド・フレデリック・デューマ、レモンド・ジュ・サイレンス、エディションズ・デ・パリ、パリ、1953、デ・ポリーガル 1ER ・トリメスター1954、アディション N228、インプレッション N741、潜水の巧みが答える。 アーバンスポーツ。2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月24日閲覧。潜水機の仕組みと移り変わり。東海大学。2015年3月24日閲覧。ジャック・イブクストフレデリック・デューマ。レモンド・ジュ・サイレンス。エディションズ・デ・パリ・パリ。1953。デポリーガル 1ER トリメスター1954。 アディション N228 インプレッション N741 ありがとうございます。